森林学科の研究室がある10号館があります。ここから徒歩約5分の場所に藤沢演習林があります。日本大学には4箇所全国に演習林がありますが、中でも藤沢演習林はこの湘南キャンパスに隣接しており、さまざまな自然を身近に観察することができます。これからその演習林に向かってみたいと思います。演習林の入り口に来ました。今見えているのが、奥農場がありますね。で、手前に馬などが放牧される広場が見えます。そしてこの桜並木を進んでいくと、いよいよ演習林の入り口が見えてきます。はい、演習林の中に入ってきました。この藤沢演習林は、森林の面積自体は小規模ですが、かなり住宅街とか、キャンパスにも近い、里山林として古くから利用されています。で、この内側は、見ていただくと周り様々な木が植わってますね。主体はコナラやクヌギなどの、里山の樹種が多いんですが、それ以外にも常緑のシラカシやブツバキですとか、杉ヒノキなどの針葉樹も、一緒に植わっている、かなり、様々な木が、多様に生えている、豊かな森林です。見てる見てる、あ、本当だ、あ、可愛い日本カナヘビが、アジサイの葉っぱにくっついてますね。暑いから、下にももう一匹中くっつけてます。かわいいですね。暑いから日陰で休んでいるんでしょうか。あ、ごめんね、タマムシが飛んでます。あ、飛んだ飛んだ。あ、先生止まりそう。入った入った入った、すごいすごい、虫取り少年がタマムシを見つけ取ってくれました。綺麗ですね。綺麗ですね。すごい。ここから少し斜面を下っていきます。演習林の中は意外と、起伏がありますね。少し上り下りして、右手を見ると水が流れてます。はい、水生植物などガマですね、これはも生えています。林内にかなり様々な環境があるというのが特徴です。この水ですとか森林の中の土壌などの研究をしている部屋もあります。橋を渡っていきます。橋を渡るとまた少し上りの道が出てきます。はい、ここから急に周りが暗くなりました。この周りは、比較的常緑樹が多い地域ですね。そのため先ほどの明るい、コナラ林に比べるとちょっと暗く感じます。何かのうんちが落ちてます。タヌキでしょうか。あ、何か生えてますね。それはホウキタケの仲間じゃないですか。はい、ここに朽ち木の上に見えますか、白っぽい、ホウキタケの仲間が生えてます。はい、今見てきたようなこの演習林を使って、私たちの学科では様々な実習と実験のサンプル採取などを行っています。